ハイン・リヒ16世は、シモバイエルン・ランツフルト公、フリードリヒとマッタレーナ・ナビスコンティの子、居城としていた、ランツフルトのトラウスニッツ城を改築、拡張した。1410年、ランツフルト市民の反乱を鎮圧。一方、1429年に、シモバイエルン・シュトラウビング公、ヨハン3世死後の領土を二人の糸コルートビヒ7世、エルンストと分割相続した。 1443年、ルートビヒ7世の子、ルートビヒ8世と同盟、ルートビヒ7世を捉えた。1445年に、ルートビヒ8世が、1447年にルートビヒ7世も、遊兵されたまま没し,し、インゴルシュタット系が断絶したため、ハインリヒ16世が領土を相続した。1450年のハインリヒ16世の死後、 このルートビヒ九世はこれらの領土を手に入れた。性格は残酷と言われ、ランツフート市民の処刑やブルクハウゼン上へ妻を追放している。1412年、オーストリア公、アルブレヒト4世の娘マルガレーテと結婚。6人の子が生まれた。ヨハンナ、プファルツモス公ーと一世と結婚。アルブレヒトフリードリヒルートビヒ九世、エリーザベトプファルツ選定公。 フリードリヒ一世と婚約していたが、ビュルテンベルク博ウルリヒ五世と結婚。マルガレーテ修道所。ありがとうございます。